赤ちゃん生き事件であったり、あの虐待死事件、悲しい事件が現実に起きています、でその悲しい現実をなんとかしたいと願いまして、赤ちゃんポストの開設に至っています。はい、この女性が去年5月、当別町の自宅に設置した赤ちゃんポスト。今年2月に生後4ヶ月の女の子の赤ちゃんを引き取りました。 ところが先天性の病気を患っていて、顎の力が弱く、哺乳瓶でミルクを十分に飲めなかったそうです。体重は生後半年で5000グラムほど。健康的な乳幼児の平均をおよそ3000グラム下回りました。施設では医療ケアができないため、5月に当別町の保健師から入院を勧められたといいます。 実屋さんの同意のもとに医療機関におつなぎをしてっていう形で、はい、やらせてもらいました。女の子は退院できる状態まで回復しましたが、今も札幌市内の病院で入院しています。養子縁組ができていない坂本さんには親権がないため引き取ることができないのです。昨日、道と児童相談所がこの施設を訪れ。 運営を控えるよう、改めて要請しました。お子さんの命を一番に考えたときに、こちらの場合は、そういう体制になっていないというところで。今後も、ちょっとお話、を続けながらね。引き続き自粛要請っていうスタンスは変わりませんので。赤ちゃんを預かる<ん>。っていうことは、今後はやらない。あ、いや,や、やります。あの、はい、本日のお話の中でも、もう限界で。 手放さなければいけない状況の方に関しては躊躇せず、あの断らずお引き受けします。ってことははっきりとそこは申し上げています。自粛はしないです。はい。専門家は民間と行政が一体となって、こうした子どもたちの受け皿を作ることが重要だと言います。 引き受けた後の体制っていうのはあの整えるっていうのはやはりその、えー、っとあ預け先だけじゃなくて医療とか保険とかいろんな面での連携医療機関だけじゃない連携っていうのがあの必要だろうっていうふうに思っています。